です。はい、まだちょっと暗い感じですけど、富士山も見えるぐらいまで明るくはなってきてます。6時ちょうどぐらいかな。はい、見てください、ロイ富士ロイかわいいぞちょっと毛布かけてあげました。ロイ富士毛布着たままになってる。寒いもんね。いやでももう室温11度ぐらいまで上がったので、今日はあんまりなかなか上がらなかったですね。はい、今朝はマイナス4度でございますな。ロイ、毛布そのまま着たまま移動してるやん。やるなお前そんなあったかいのそのまま引きずってきたんや上に乗せたまま。面白いなお前、いろいろやってくれるな。はい、牛さん、今日も牧場コースですな。アデネちゃんがおっさん急に、え、顔も隠してもうたお前顔も隠してもうてるやん顔も隠して寝てんの、猫みたいになってるやん。はい、どうぞカオ出す。息できへんもんな。すごいなお前、上手に丸まったな。ちょっとでもお尻出てんで、頭隠してケツ隠さずになってるやん、ロイちゃん。その辺もさすがロイちゃんって感じはするけどな。お尻が寒いなんて、お尻ストーブで温めたぐらいやでな。面白すぎんねんけど、ミイラやミイラ、ロイ。いや背中にはかけてたんですけどね、いつの間にか頭までかぶって寝とるわ。